まあ、瞬発力すごくいいと思うんですけど、なんかそれを社会に出た時になんかどういうふうに活かせそうかなみたいなイメージだったりしますか？まあ、それを踏まえた上でのご自身の弱みって何だと思いますか？そうですね、まあ、面接官がどういう回答が欲しいのかみたいなのを少しでもいいから考えてほしいなって思ってて。メイケンのレナです。今回は面接動画なんですけど、実は対面で面接をしてきました。コウヘイ君どうだった？いや結構緊張しました。いや本当にめちゃめちゃわかります。割とサマーインターンでも何回か面接は私は経験してきたんですけど、こうやって改めて面接っていう形で改まってやってみると、自分が何を言っていいか分かんなくて、ちょっと動画をこれから見るんですけど、まあ、どんなこと自分が言ってるのかなってドキドキしつつも、先輩方にいろいろアドバイスをもらえたらなというふうに思っています。ちなみにコウヘイ君は今までサマーインターンだったりとか専攻の面接は受けたことある？正直なこと言うと、あんまり面接経験してないです。その中で頑張ったということで、なかなか結構シビアな企画だったんですけど、練習頑張って、面接してみたので、何か皆さん意見があればコメント欄にどしどし書き込んでください。今回は受付や入室の部分は動画を撮影してないんですけれども、そこもかなり重要なところではあるので、ぜひ概要欄に貼ってあるテクノミネクスさんの動画を合わせてご覧ください。はい、意外とね、入室とかそのあたりは練習しておかないとちょっと本番怖いと思うので、しっかり予習しておくといいのかなというふうに思います。それでですね、今回はミツと僕で面接官役やりましたので、面接の様子をですね、いろいろ見ながらフィードバックしていきたいなというふうに思います。ちょっとね、みんなの参考になれるように僕も頑張っていきたいなというふうに思います。それでは早速見ていきましょう。はい、今日は面接にお越しくださりありがとうございます。ありがとうございます。はい、早速なんですけども、自己紹介の方よろしくお願いします。はい、現在、明治大学情報コミュニケーション学部情報コミュニケーション学科3年のコウヘイです。私はですね、北海道帯広市という町出身で、大学進学を機に上京してまいりました。自己紹介でこういうの入れるといいよ。バンドを組んでおりまして、そこでベースを担当しております。バンド活動といたしましては、SNS に演奏動画を投稿したりライブをしたりして活動しております。また長期インターン活動を通して YouTube 就活系の YouTube チャンネルにの企画を立案したり出演したりして活動しております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。いいなと思います。北海道のご出身というところで、上京されるのにもハードルがあったかなと思うんですけど、はい、なんで上京しようと思ったんですか？そうですね、なんか漠然とした憧れが、ありまして、その本州というか東京に、はい、なんでなんかそうです、その漠然とした憧れだけでこう上京してきたって感じ。それ以外のハードルとかは、まあ、一切考えずに突っ走ってきたって感じです。もうちょっと言いたかったです本当は。あ、情報コミュニケーションっておっしゃってました、はい、具体的にどういうことを勉強されてるんですか？そうですね、なんかこう具体的なことを、なんていうんですかね、こう結構漠然とした学部でして、なんだろう、社会学、広く社会学っていうものを取り扱ってるんですけれども、勉強ないよね、難しいよね。自分の適性とか、こう自分が何を学びたいのか、何が好きなのかっていうのをこう見つけやすい学部で、なんかそれこそ僕でしたら、芸術の分野であったり音楽とか、あと哲学とか心理学とか、そういった分野をこうつまんでというか専攻してるんですけれども、それ僕以外の人は例えば違うものを専攻していたりと、結構幅広い、その人個人に合ったやり方で学んでる。いやー、元大学でなんか学んどきゃよかったそれは私もすごい思う。自己紹介で話聞こうかなと思うんですけど、はい、なんかバンドやられてるってことで、はい、なんかこう実際今 SNS とかだと、なんかどんぐらいこう再生回数があるのかとかってよく言うじゃないですか、はい、こんなに自己紹介で深掘られることないか、ざっくり申し上げますと、今フォロワーはですね、 SNS 全体の総フォロワーでいくと例えば9万人ぐらい、すごいですね、現在持っていまして、で一番伸びている動画ですと TikTok という媒体になるんですけれども、一番伸びている動画は再生回数がだいたい360万くらい回っているという状況。数字で表せると強いですよね。間違いない、そういうところでは努力できるっていうところはまず伝わってきたかなと思うんですけれども、はい、ちょっと早速なんですけど、ちょっと自己 PR の方をお願いしたいなと思ってて、ちょっと1分間ぐらいでちょっと自己 PR してもらおうかなと思うんですけど、いかがでしょうか？はい、お願いします。お願いします。それではいきたいと思います。はい、私の、一番の強み、これは瞬発力だと思っています。これはどういったことかというと、いい結論ファースト、こう生きてくると、いろんなタイミングで決断しなきゃいけない
タイミングがあると思うんですけれども、まあ、その時にこの決断するタイミングで、まあ、リスクとかちゃんとその後に説明が来てるので踏みとどまってしまう人がたくさんいると思うんですけれども、私はまあそこでそのリスクとか、まあ、ハードルとか、まあ、壁とかを一切考えずに突き進む、もう決断する瞬発力が、これに関してはもう誰にも負けないというふうに自信を持っています。なんでこういうふうに言えるかっていうと、まあ、一番その瞬発力が大きく現れたなっていう、もうエピソードは、その先ほども述べた通り、TikTok にとかその SNS に動画を投稿していると、バンドの演奏動画を投稿していると言ったんですけれども、そこのタイミングで、SNS に動画を投稿するときに宣伝をしなきゃいけないってなったんです、自分たちだけで。で宣伝をするときにこうやっぱりよくわからないものを宣伝するので、この人たち何やってるんだろうって周りから絶対思われちゃうと思うんです。そこでやっぱりなんかこう恥ずかしいとか、周りからどう思われちゃうんだろうとか、すごく気にする人が、まあ、多いと思うんですけれども、僕は一旦そこで、友人と一緒に宣伝したんですけれども、友人も結構そこで悩んでて、いや本当にやるべきなのか宣伝するべきなのかっていう悩んでたんですけれども、僕はそこでこう背中を叩いて、いや一回やってみようよ、一回やってみたら分かんないじゃんって、みんながどう思うかとかも、もしかしたらいい反応が得れるかもしれないから、とりあえずやってみようよっていうふうにこう背中を叩いて、友人と一緒に、この時ぐらいから話してる時頭真っ白になってました。この感覚めっちゃわかる。そういうところでやっぱりこう周りを巻き込みながらもこう自分の瞬発力を最大に生かしたっていうエピソードがこれだと思うので、そういったところが私の強みとなっております。うん、ありがとうございます。まあ、瞬発力すごくいいと思うんですけど、なんかそれを社会に出た時になんかどういうふうに活かせそうかなみたいなイメージだったりしますか？そうですね、瞬発力、これ実は後で同じ質問します。社会に出た時にやっぱり、まあ、社会に出た時チームで動くことが多分すごく多いと思うんですけど、まあ、そういったところでやっぱりその誰かがこう即決をするだとか、その早い決断をするタイミングっていうのが絶対必要だと思ってくるんですけど、そこでやっぱりなんかこう僕は頑張って考えてる感じですね。まずやってみようっていうタイミングで僕がこう率先して周りを引っ張っていっていけるような存在になれるかなというふうに思っております。ありがとうございます。まあ、なんかそういう瞬間って結構いろいろあると思うんですけど、まあ、とはいえ結構いろんなその要素があって、その要素の中でこれが重要だからじゃあこれをやりましょうっていうふうに引っ張っていくんだったら理解できるんですけど、なんかそういった能力はあるんですか？厳しいよな、この質問は。まあ、その瞬発力って結構感情優先で動いてしまうところだと思うんですけど、僕自身はそれ以外にもこうちゃんと冷静に客観的に物事を判断できる、僕はちょっと頑張って喋ったらかな、備えていると自負しています。そういったところで一回こう感情と理性を使い分けて、一旦ここは一歩引いてみて冷静に、だけど答えててはいるから、あ、よかったなって。俺はそれに関してもこう周りを巻き込みながら、その瞬発力とこの客観的判断力っていうのをうまく融合させながら、社会でやっていけると思っております。まあ、確かに一旦これで終わろうかなと思うんですけど、なんかその何ていうんですか、客観的に見れるみたいなっていうのが生かされた具体的なエピソードだったりしますか？はい、これも先ほど述べたあのバンドの活動になるんですけれども、そこであの SNS に動画を投稿するってなった時に、やっぱりその自分たちの強みっていうのが分からなかったんですけれども、その強みをこう洗い出すために一回競合分析という、他の自分たちと同じような動画を投稿している人たちの動画をすごく研究して分析したんですね。そこで本当はね、ここもう一問質問したかった。この中でどういう立ち位置だったのか、こういう画角がいいんだとか、こういう字幕がいいんだとか、こういう曲を扱ったらいいんだっていうのを分析して、そこから自分たちの強みをこう見出したっていう経験がございます。そういったところでやっぱりこう感情で瞬発力でパッて動く前に一回こう一歩引いて冷静に物事を判断するっていうところがこのエピソードに表れてるかなというふうに思います。ありがとうございます。まあ、一旦ちょっと質問してきたんで、ちょっとはい、お願いします。僕から2つ質問させていただきたいんですけど、はい、まず1つ目が、そのご自身の強みっていうのはいつ頃からあったなっていうふうに思いますか？はい、そうですね、この強みに関しましては本当に大学に入ってからかなというふうに思っております。それも大学に入る前、小中高とやっぱりこう自分でなんていうんですかね、結構引っ込み思案というか、逆にこの小中高って引っ込み思案で結構自分に自信が持てなかったですけれども、大学に入ってから、すごいギャップ使うのいいよ、自分からこういろんな人、そう、今のレアちゃんみたいにそうなんだってなるし、動かして、うん、
いろんな人と会話を話したんです、コミュニケーションを取ったんですけれども、そこでやっぱりそのいろんな人の考え方とかいいところをどんどん吸収していこうっていうふうに思って、そう吸収していくうちにこうなんだろう、自分のなんか自信がつい、自分に自信がついたといいますか、ちょっとここはちょっと飛躍しちゃってるかなと思うんですけれども、こう自分自身、あ、みんなこういう人がいるんだっていう風なところか、逆にこう自分も、あ、こうでいいんだっていう、なんかちょっと自信がついてうまくいかなかったです、ね、ここでこう何事もやってみようかなという風にな気持ちがこう芽生えてきたという感じで、それも本当に大学に入ってからなので、ここ最近の話になります。そこにちょっと追加して質問なんですけど、まあ、実際に引っ込み思案であったとしても、実際に自分が満足してれば何か変わって行動しようと思わないと思うんですけど、はい、何かこんな自分を変えていきたいなって思ったきっかけとかあったんですか？そうですね、小中高までの自分は別に僕自身もそんなにダメだと思ってなかったんですけれども、大学に入ってそれこそ先ほども結構やっぱりきっかけとかはね惹かれる感じがある、主体的に能動的に結構動いてる人が多いなというふうに感じました、大学に入ると。で、高校まではやっぱりその敷かれたレールを歩んでいけばいい人生だったと思うんですけども、大学に入ってから自分で道を切り開いていかなければいけないという場面がすごくあるなというふうに感じて、そういった場面においてやっぱりこう自分でなんだろうな、こう自分でこう動く、自分で判断する、自分で主体的に動いてみるというところの観点が自分の中に足りなかったなというふうにすごく痛感しまして、そこでなんか、あ、この力も身につけたいなと思って、そういうその力を身につけるために何ができるかなというふうに考えて大学生活を、このエピソードはすごいいいよね、足りないものは何かって考えましたみたいな。2つ目の質問なんですけど、はい、まあ、実際に今まで生活をされてきて、で強みが瞬発力、まあ、とはいえとちゃんと冷静に判断をできるよっていうところで、まあ、それを踏まえた上でのご自身の弱みって何だと思いますか？そうですね、その2つを踏まえての自分の弱みといたしましては、考えてるここ考える時間、ここ考えたよ、めちゃくちゃ悩んでました。まあ、別にそこと関係なくても、そうですね、はい、こういうところはちょっと今後改善していきたいなみたいなところでも大丈夫ですか？はい、それこそ先ほど申し上げた瞬発力っていうところなんですけれども、これが逆に結構裏に出てしまうことがあって、裏目にこう出てしまうことがあるんですけれども、なんかこう結構感情を言う、その先ほども冷静に判断できるといったものの、なんかこう一回やってみようと思ってやったことが結構すぐこけちゃったり失敗しちゃしまうことが、まあ、何度かありまして、でそういったところでこう失敗してしまうと、こう慌てちゃってすごくこう自分がなんかダメなんじゃないかというふうに結構ブルーな気持ちといいますか、結構ここも筋は通してみちゃうことが多いので、そういったところからこう立ち直る力みたいのが自分にはまだ足りないかなというふうに考えております。なんかそこに向けてこう頑張りたいなみたいなことありますか？そうですね、やっぱりその瞬発力はあるものの、まあ、その一回失敗しても立ち上がって続けていくっていう持続力が足りないなっていうふうに感じているので、この持続力を身につけるためには、何でしょう、やっぱりこう立ち直る力が必要なので、もうね、目が上向いちゃっても厳しいかなと思うので、周りの人と協力するっていう意識をもっと持ちながら、周りの人とこう相談とか、周りの人と会話コミュニケーションを取ったりとかして、その周りの人からのアドバイスを受けながら、こう持続し、その瞬発力をまた持続するっていう形に持っていけたらなというふうに思っているので、もっと周りの人結構ね抽象度が高いかなと、物事に取り組んでみるっていう姿勢も必要なのかなというふうに思っております。はい、大変よくわかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあちょっと最後の質問に行こうかなと思って、はい、もうちょっと一番こう大事にしている言葉は何ですかという質問なんですけど、いかがでしょうか？一番大事にしている言葉、はい、これはですね、ことわざになっちゃうんですけど、ことわざというかわからないんですけど、僕は置かれた場所で咲きなさいという言葉がすごく大好きなんですけども、この理由はなんでこれ選んだのか分かんないですわかるよ、その感じ。環境を経験してきてまして、まあそれこそ小中高はずっとサッカー部に所属していた、パンって出るのがすごい。中学校は部長をやっていて、高校は部長じゃなくて普通の一般的な部員で活動していて、でその部長であった時はその部長としてのこう自分の個性を最大限発揮して、発揮しつつも部長という役職を
しっかり全うするというところで、これ顔怖いね、ま、一般の部員だけどもめちゃめちゃ面接官らしくしてるときは一般の部員だけどもやっぱりその最高学年だった時とかは後輩をこう後輩に積極的にコミュニケーションを取ったりとか、そういうふうに一般の部員だからこそできること、部長だとちょっと話しかけづらいみたいなのもあると思うので、そういうところで一般の部員だからこそできることっていうのを自分の個性を最大限発揮しつつ活動してきました。それは大学に入ってもサークルを所属していったんですけれども、サークルの中でもやっぱりね長いんだよね、ここもねリーダーみたいなのをやっていたんですけれども、そのリーダーやってる時もやっぱりその自分にしかできない、自分にしかない個性っていうのがあるので、それをこうその場所で最大限発揮し、個性を最大限発揮して、そのリーダーだからこうできることみたいなのをその都度その都度いろんなタイミングで、自分の個性を発揮して、やっぱりちょっと長いね、やっぱりそのでもかといって自分でこう選べない環境に置かれたりする時もあると思うんですけれども、そういう時も自分の個性を絶対に自分を見失わないで自分の個性を最大限発揮するという意識を持っていろんな環境で活躍してきました。はい、そこまでのお話を踏まえた上で、でもそれが本当に思い通りにならない時ってあると思うんですよね、はい、こういうことをやらなきゃいけない、あれもやらなきゃいけないっていう時に、どういうふうなマインドでやられ、あの物事に取り組まれていくのかっていうところで、ね、厳しい質問だ、はい、そうだよね、俺もこれ言いながら厳しいな、まあ置かれた場所で咲きなさいという言葉に戻るんですけれども、やっぱりその自分で選んでない環境でこう身を置いてしまう、身を置いて、まあ何て言うんですかね、こう自分で選んでないのにその環境に自分がいるっていうことも結構あると思ってて、まあそういう時はやっぱりその個性を発揮しつつも、まあなかなかこう何て言うんだろうな、馴染めなかったりとか周囲の環境に馴染めなかったりとか、やっぱりなんか自分話しながら考えてます、あると思う。そういう時はでも一回そこはもう仕方ないって思う、自分の中で思い切る、いやそのそっちの方に振り切っちゃうっていうのが大事かなと思っております。もうこの環境にいるんだからもうこれは仕方ない、でもその中でも最大限自分ができることをやってみようというふうに、ここはちょっと無理あるなと思った、振り切った上でまた前向きに捉えて、こうその環境の中でしで自分じゃなきゃいけない理由みたいなのを見つけ出すことに注力しています。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では本日の面接ここにて以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ個別にフィードバックをしていこうと思います。で、光栄くんなんだけども、あのね、まず良かったところをあの2つ言います。で、1個はあんまり面接やってないって言ってくれた割には結構喋れてたかなっていうところはとても良かったと思います。やっぱりこう自分の強みをあの結論ファーストでしっかり言うとか、まあ、他にもね結論ファーストで言えてた部分もあるので、そこはねあのとても良かったのかなというふうに思います。で、2つ目が一貫性があったっていう部分ね、瞬発力っていうところはすごく一貫性を持って喋れていたなっていうところはあったかなというふうに思います。で、もうちょっと改善できるポイントとしては、まずお話の長さ、これはもうちょっとコンパクトになるかなというふうに思います。やっぱこう長くて2分ぐらい喋ってるところがあったので、そこをもうちょっとコンパクトにするっていうところはまあ結構できたのかなっていうふうに思います。ちょっとみつくんどうですか？そうですね、今あの、まあ、話し方とか答え方みたいなところで言ってくれたので、まあ、それをまあ前提として、まあ、なんか内容のことを少しお伝えできればと思うんだけど、まあ、やっぱりそうだね、大学で勉強してることみたいなのはもっとズバッとあの分かりやすく言えたらいいのかなっていうふうには思いますと。で、そことかつ何か志望理由みたいなところが絡まると、もうめちゃくちゃ説得力強くなるから、うん、そのあたりは意識してもらえるといいかなっていうふうには思いました。うん、で、まあ、次はちょっと、まあ、答え方、さっきも言ってくれたところと重なるんだけど、と、まあ、面接官がまあどういう回答が欲しいのかみたいなのを少しでもいいから考えてほしいなと思ってて、その強みの瞬発力の話も、まあ、その持ったきっかけは何ですかっていうところ、いつ頃から持ってたんですかって質問に対して、まあ、大学生の頃ですって答えれば質問が成り立つけど、まあ、そこから もっとね、浩平くんから話してくれて、結果2分弱ぐらい話してたから、まあ、そういうのを見た時に、大学生だけ、大学生の頃ですって答えだけあれば、あとは面接官が深掘りするかしないかはね、自由だし、大体の場合は深掘りすると思うので、まあ、そのところも相手がどういうことを考えて、どういう回答欲しいのかなっていうのは、一瞬でもいいから考えてほしいなっていうふうには思いました。こんな感じですかね。
そうだね、そこは、はい、しっかり。やっぱ面接官は何を聞いてるんだろうっていうのは一瞬でも考えてあげるとだいぶ違うと思うので、そこはしっかり話した方がいいかなというふうに思いました。ごめんなさい、あと言い忘れたんだけど、やっぱこうエピソードの流度みたいなところはもうちょっと考えてほしいなとは思いました。やっぱり今のだと結構抽象度高いので、まあ我々の聞く塊だったと思うんですけど、もうちょっと具体度を増して、説得力を増していくっていう方、こともまあ大事かなというふうに思いました。ありがとうございます。話してるうちに先ほども言ったんですけど、やっぱりなんか頭が真っ白になっちゃって、なんか結論ファーストっていうところも忘れちゃったりとか、話すことが決まってないと話す長さとかも長くなっちゃうなって、やっぱり今の自分の動画をこう見てても思ったので、なんかもっとこう面接の部分で対策自分の中でも練れたらなというふうに思います。フィードバックありがとうございました。うん、やっぱもうちょっと練習かなとは思いました、ね、正直ね、はい、そこは頑張っていきましょう。はい、ここで30秒だけ告知です。ぜひメイキャリの LINE アップへの登録をお願いします。すでに内定をしている任用卒の先輩が ES 添削や面接の練習など完全無料でサポートしているんです。変な勧誘とかはもちろんありませんのでご安心ください。なぜこのサポートを始めたのか説明させていただくと、先輩たちの ES が見られるサイトはたくさんありますが、正直 ES が似すぎてしまって全然差別化できていなかったり、登録したらいろんなサービスから勧誘が来たといったことが本当に増えているので、正直ビジネスとして成り立つのかは分かりませんが、このサポートを始めました。こんなサポートをしてほしいということがあればぜひお気軽に連絡してください。 ES 添削はその日中に返ってくるので本当に便利ですし、メイキャリに出ていただいているような有料企業限定で特別選考に招待したりといったことも企画しているので、ぜひお気軽に登録をお願いします。